久保さん、今日ね、朝、髭剃ったんですよ。風呂入って。髭 <laughs> 剃りましたよ。まあ僕、どちらかというと、モテますね、今。<laughs> モテます、はい。はっきり言います。モテますね。はい。まあ僕がね、年収100万だったらモテてないかもしれないですね。うん。まあお金が全てじゃないよって言いますけれども、 まあ相手から見たらどうかっていうところの視点を入れるとねよまあ久保さんのねその質問44歳で年収350万ですかこれ僕女性でそのいくらかっこよくても付き合う例えばですよめちゃめちゃその外見もいいしかっこいいしうんなんだろうなまあ性格もいいしみたいなね で、ああ、すごい理想の男性だってなったとするじゃないですか。じゃあ理想の男性とお付き合いできたってなった時に、ちょっと考えてほしいんですけども、ごめん、ちょっと金ないからここ払ってくれる。ごめん、ちょっとガソリン代ちょっと払ってくれる。毎回言われるんですよ。どうすか <laughs>。いや、確かにかっこいいし、ね。 かっこいいし、優しいし。だけど、お金がないという事実があった、あるとするならば、払えないわけじゃないですか。デート代払えないし。で、デートもね、ちょっとお金ないから、ちょっとホテル、ここでいいかな。まあ、そういう事実ですからね。お金がなかったらね。お金がないのに高級宿泊まれないですから。じゃあ、そしたら女性どうなっていくと思います結婚をその人と考えますかね。<laughs> どうでしょうかだからこれは、 まあ相手のことを考ええれば、まあ、答えは出てくるんじゃないかなと思いますいや、それでもね、それを、いや、もう全然払うと。ね。あの、いや、いや、むしろ、あなたの外見、もパーフェクトだし、もうな、優しさパーフェクトだし、愛パーフェクトだから、私がもう働いて、あなたにお金も、なんだ、貢ぎたいです。っていうぐらいの素養があるんだったらいいと思うんですよ。 それぐらいの素養を持った、ね、男性になってるんだったらいいと思うんですけど、超難しいですよ、それ。それはね、めちゃめちゃ難しいと思うんですよ。お金を稼ぐより多分難しいと思います。どう、どう思います難しいと思いますけどね。うん、まあそもそも外見じゃかっこいいんですかと。内面もかっこいいんですかと。全部パーフェクトですかと。まあ一つだけお金がないっていう、ただそれだけ。 で、女性がそこに対して、まあお金は私が何とかするから、みたいなね。大丈夫、みたいな。言い続けて、お金を稼ぎ続けてくれて、女性がね、貢ぎ続けてくれるっていうのはね、あり得るのかと。かなり難しいよね、っていう。<laughs> うーん。だから、まあお金じゃないっていう,う、なんだろうな。まあ、お金じゃないところももちろんあるんだけども、お金に関しては、やれば稼げるわけですから、 うん。ぶっちゃけ、まあ、美容整形もね、久保さん美容整形したみたいな話もあるんですけど、お金があれば美容整形もできるわけです。で、昔はその和田明子さんの番組だったかな、ビフォーアフターみたいな整形してなんかバーン出てくるね。まあ、これ海外でも今やってんのかな。もう全然変わってもうバーンみたいな。見違えるみたいな。まあ、お金必要ですからね。化粧品。まあ、その身近な、まあ、美容整形しなかったとしても、身近な化粧品。 まあ、口紅一つ取ってもそうですよ。やっぱそこにお金はかかるわけですから。うん。なあまあ、今回のテーマはですね、一人のリーダーになれっていう、まあ僕のドリームアカデミアの教えなんですけど、まあ、一人のリーダーにもなれないような人生、一人のリーダーにもなれないような人が、どうやって人より収入を上げるんですかっていうところで、まあ、一人のリーダーになれと。まずは一人のリーダーになれと。じゃあこのね、久保さんの質問者、 ににかけるなならば44歳になっても、ね、管理職でもない、上司でもない、まだ初心者マークつけている。そ,そういう人生を送りたいんですかと。44年生きてきて、まだあなたは初心者マークつけてるんですかと。誰のリーダーでもない。誰にも教えることもない。ただ、44歳になってもまだペコペコして仕事を教わっている。そういう人生でいいんですかと。いう、まあ大きい、大きい話をするとね。 だから、あの年重ねていくんだったら、あ少なくても、ね、あの、下の子、若い子、もしくは自分より下の子に何か知識だったり、経験だったりというか、それを継承して、で、それを、あのなんだ、あいい影響を与えるっていうリーダーになった方が、僕はいいと思いますしうん、なんだろうな、そっちの方がかっこいい人生なんじゃないかなと思います。 なな何一つね、50年、60年、70年生きてきてね、何一つ知恵も知識も何一つ継承できない人生。別にその人の人生なんで別にいいんだけども、僕はそれは、なんか、うん、どうかなと思いますね。うん。それ自分の人生じゃないんじゃないかなと思うんですよね。ずっと人の差シを受けて。 ずっと社会の目、なんか周りを気にしてね、周りに従って生きる。周りの話を聞いてペコペコして生きる。それは自分を生きてないのかなと。自分はこうだよっていう、なんだろうな。自分にはこういうものがあるとで。それを教えられると。まあそれはビジネスの話で言うならばそれを教えてお金もらえばいいんですけども、なんかその、ね、年取って何一つ、うーん 下ののの世代に伝えるものがないいっていうのはどんな人生を送ってきたんですかみたいな。申し出ますね。長年生きてきてね、何一つ下にね、伝えるものがない。それは人生として濃かったのか薄かったのか、普通だったのか、よくわかんないですけどね。濃い人生を送るのか、薄い人生を送るのか、普通の人生を送るのか、それはあなたが決めることだけども、僕は濃い人生を送った方がいいと思います。 そして濃い人生を送れば必ず、必ず下に伝えられるものはあると。例えば普通の仕事でもね、適当に仕事やってんのか、一生懸命仕事やってるのか、おそらく一生懸命10年、20年やればね、新しく入ってきた子に何か伝えられるはずですよ。でもそれを適当にやってたらね、こう伝えるでしょうね。ああ、はいよ適当にやっといてっていう。そんな適当な人生でいいんですか多分適当に仕事をしていたら、 した若い子が入ってきたときね、ああ、いや、適当にやっとけって言ってね。それでいいんですかそれでいいんだったらいいんですけどね。<laughs> 少なくとも、ああ、それはな、俺もこういうことあったよと。もう俺もこういうことあったけど、こうやって乗り切ってきたんだと。みたいなね、何かその一生懸命やってたらね、それをなんか、その失演書のときになんかアドバイスできるだろうし。うん。だからそ、なんか、その子孫繁栄っていうのもあり、あの、なんだ。 えっとまあ人間っていうのは、まあ、生き物も全部そうですけど繁殖を繰り返してねうーん命をつないでいくわけなんですけど人間っていうのは命以外のものをも継承してるわけですよただ命をね性行為を繰り返してただその子孫を残してるかではないんですよ人間っていうのは他の動植物と違うところが知恵を継承できるわけですよ経験だったりとか でそれをしなければ、もはや動物と一緒じゃないですか。ただ、あただ生きてね。ただ死んでいくみたいな。うん。何の文明の発展もないですよ。うん。人間が宇宙に行くこともなかっただろうし、車に乗れることもなかっただろうし、新幹線に乗れることもなかったですよ。知恵の継承があったから、経験の継承があったから、今の文明があるんですよ。今のテレビもあるんですよ。うん。 でそれが他の動物と違うとこじゃないですか。だけど、それを使うか使わないかは、ん、あなた次第なんで別に使わなくてもいいんだけども、僕は使った方がいいんじゃないかなと思いますね。人間として生まれたんだったら。人間しか持ってないものがあるわけですから。他の動物にはこれができないわけですからね。考える力もないし。ニャーしか言えないわけですよ。ニャーみたいな。わ <laughs> ーんとかね。わかりますうん。そう。 ああまあまあ最後ね、パソコンの話も久保さん出てたんで、僕が13歳ぐらい、中1の時の話ですから、僕ね、パソコン欲しかったんですよね、中学校の時に、パソコンを。僕、デジタル機器、すごく中学校ぐらいからすごく好きで、当時は MD ウォークマンとかカセットウォークマンとかね、そう,うそういうデジタル機器ですよね。 MD すごかったですね。MD も今ちょっと古いですけどね。MD ウォークマンとかカセットウォークマン効かないですよね、今ね。まあ死後になってると思いますけど。まあそういう世代感なんですけど。まあその時にパソコンもちょいちょい出てきたわけですよね。まあ中学校、まあなんでかっていうと中学校の学校教室の授業の中でコンピュータ室みたいなのがあって、そこでなんかそのコンピュータをいじるっていうのがあったんですよ、授業で。 ですごいなと思って。まあそのと、もうブラウンカーのね、こんなでかいパソコンでしたけど、あ、なんかパソコンっていうのはすごいな、みたいな。テクノ、なんかこれはすごいな、と思ったんですけど。で、まあその、パソコン欲しいってね、親に言ったんですよ。まあうち金ないからね。まあ金ないっつうのもあるんですけど、親父に言われたのが、いや、パソコンなんか使えるわけねえじゃねえかと。もう一部の人しかパソコンなんか使えないものだ、みたいな。そんな感じで言われたんですよ。それから25年。 それから、その言われ、親父から言われた25年後、僕はパソコンを使いこなして、その稼いだ金で、もう親父に車を買うっていうね。<laughs> そう。まあ、僕と親父の違いは、まあ、僕は、まあ、そういう風に言われたけど、パソコンを使ったってことですね。インターネットを使ったっていう。で、親父は使わなかったっていう。親父も知ってたし、25年前パソコンが出てるの、そんな知ってたし、子供にも言われたし。<laughs> パソコン欲しいってねう、うん、だけど使ってたか使わないかによって、うん、全然人生は変わっちゃいますよね、うん、もし親父が25年前ですよまだインターネットがそんな全然普及してない時から確かにパソコンだインターネットの時代だってなってたら違う人生になってたかもしれないですね、うん、だけど今ある現実というかねうん、なん何だ、まあ、工場勤務ですうちの親父は。 三菌交代っていうね。あの、朝、あ、なんかカレンダーにね、早出、遅出とかね、なんか書いてあるんですよ。ずっと。うん。まあ、親父は親父でそ、まあそ、まあ、それ定年退職しましたけども、ずっとね、もう何十年も遅出、早出っていうそのサイクルで生きてきてね。まあ、すげえ体も酷使してたと思いますよ。あの、三形っていうね、汚い、きつい、危険みたいな。で、三筋交代みたいな。 うん、だから僕は今ね本当に自由な生活してるのでうんまあすごく濃いですよねうんあのまあ、あ,のあやさん帰りましたけどもまあいろんなとこ行けるし自由に本当に自由にいろんなとこ行けますからうんそう今日朝起きたら久保さんもあの今日再販商品再販してるんですけどもう売れてまして あの昨日の深夜0時にセッティングして、もはやね、僕ね、昨日の0時スタートだったんだけども、まあ、普通にその前からメルマガの予約だったりとか、販売の準備してたんで、もう多分ね、0時前に寝てたんですよで。寝て起きたじゃないですか。で、起きたら、ね、もう勝手にもう10万ぐらい売り上げ上がってるんですよ。<laughs> テクノロジーですね <laughs> 寝て起きたらもう10万ぐらいもう上がってるみたいですね。 お結構売れてるな、みたいな。しかも再販ですからね。再販だけど、お結構反応取れてるぞ、みたいな。再販だけど。そう。まあ、ありがたいですけど。テクノロジーですね。<laughs> でも、これ、普通に働いてたらね、まあ、今日も出社しないといけないわけじゃないですか。うん。 まあ僕は YouTube に出社してるっていうのもあるんですけど、ぶっちゃけその久保さんとの、本当の今久保さんとのやりとりなかったら、仕事2時間とかで終わりますからね、1時間とか。もう、もはやもう、わかんないけど、もう相当短いんですよ、仕事の時間っていうのが。だ暇すぎるんで、このやりとりできるんですけど、逆に久保さんとのやりとりなかったら、多分ね、暇ですね。久保さんも僕とのやりとりなかったら暇でしょ。<laughs> うん、だ本当ね、ありがたいですよね。これ暇だからできるっていう。 これがやっぱね、まあ僕昔の会社で会社止まっててね、まあ会社でバーってやってた時に、久保さんのこのリレーできるかっていうと多分難しいですね。まあできないは僕は多分やろうと思えばできますけども、多分このアクティブにね、なんかこうは難しいですよね。だって仕事、会社の仕事が優先ですから。うんしかもこんなのね、あの別にプロモーションしてるわけじゃないですし、もうプロモーション終わって2年ですからね。 本編、かご、あの、億万長者合宿終わってからもう2年以上やり取りしてるわけですよ。普通じゃないんです <laughs> あれ。0あ、百歩譲ってね、商品を販売するためのこのやり取りだったら、まだプロモーションだったらわかるけども、もう商品何も売ってないですからね。うん、その、ね、億万長者合宿というもうコンテンツというかね、何なんだろうな。まあ、その商品販売に向けたのなんかじゃないんで、久保さんと僕の暇つぶしみたいな、もはや。 うん、でもこういうのできないですよ。お金も時間もなければ。うーん。まあ、特に時間ですかね。まあ、お金がなくてもできるんですけど、YouTube は0円でね。でも時間、なかったら難しいっすよね。うん。やっぱ時間とお金を手に入れるためには僕はインターネットが一番本当にいいと思いますから。てか、それし、そんな一択しか僕ないと思うんですよね。他にないと思います。 か前、その、大悟さんが、大悟さんだったかなその、なんかその、リラック、リラックだったかリラックで280億手にした男みたいなね。最近 YouTube でこう出てるんですけど、まあその、大悟さんがリアル店舗するとするならば、どなんかどういうふに考えますかみたいな。なんかそれで、いや、そもそも店舗やらないですね、みたいな。僕しゃれ、喋れば金になるから、そもそも,もや、やる必要もないし、リスクもあるし、 喋れば金になるし、やらんでしょみたいな。なんかそういう話してて。まあおっしゃる通りだな、みたいな。<laughs> リアル店舗をやるとするならば、かどう考えますかという、考える必要性がないですよね、もはや。もはや。うん、喋ればお金になるんだから、ね、別にカメラに向かって喋れば。まあ僕もそうなんですけど。うん。まあでもこれを使いこなしてるか使いこなしてないかですよね、本当に。うん。まあそれで人生大きく変わるなと思いますけどね。 うん、まあいろいろ申し上げましたけどもなんだ結構長くなっちゃいましたねまあその最終的にねまあどういう人生を送りたいかは個々が決めればいいと思いますけども僕は少なくても一人のリーダーに、まあ、少なすぎるんですけどまあ一人のリーダーにもなれないような人生を送るんであるならばそれは、うん、濃い人生を本当に送ってたのかっていう何もね別にネットビジネスやんなくてもいいんですよやんなくてもいいんだけどその 先ほど言った通りその仕事をね一生懸命やってて濃いことをやっていれば教えること伝えられることはたくさん出てくるだろうし一生懸命生きてたらその経験を継承することできるだろうしでも適当に生きてたらね何も教えることできないしリーダーにはなれないですよ40になっても50になってもね研修バッジつけてねペコペコしてね教えてください60になっても教えてくださいっていう人生ですよ みたいなじゃあお前もう何もできんからもう道路交通の整備やっとけみたいな、うん、あれ立っ,とく立っとけばいいからねお前立っとけみたいなね最終的にそうなりますよ本当にうんまあ自分で決められるんでうん久保さんが言う通りもう何十年前からネットパソコンはあったわけですから選択はできたはずです選択はできたんですよ 今、40、50の人も選択していったわけですよ。孫正義さんもね、もう選択したわけじゃないですか、当時。まだインターネットのインフラない時から、これがパソコンの時代だと、ソフトの時代だ、ソフトバンク、みたいなね。うん。な感じですかね。はい。いってらっしゃい。